間違えがちなシザース、ジャンプしないでシザースをするっていうの、この2つの違い、タイミングの違いだけでも、まあ、ディフェンスを、ずらしたりすることができるんで、絶対に覚えた方がいいバスケスカラーということで、今回はシザースいきたいと思います。シザースとは何ぞやということなんですけども、あ、すいません、今日はヘッドバンドで行かせていただきます。ちょっとね、髪の毛がもう長すぎて、あの邪魔でね、もうちょっと練習とかできないんですよ、これないと。ちょっとその姿で行かせていただきます。まあ、じゃあなんで髪の毛を伸ばしてるかっていうところからいきましょうか。あのシザースなんでね、やっぱ髪の毛を切るみたいな話から始まるわけじゃないですか。シザースってハサミって意味なんですよ。だハサミをこうやってチョキチョキチョキして髪の毛を切るっていうところなんですけど、まずお前が髪の毛を切れみたいなね、そういうノリからスタートしていきたいと思います。やっぱり髪の毛をなんで伸ばしてるのか言うのやめました。ではいきたいと思います。シザースとはハサミです。足をですね、ハサミのようにこういう動き、こういう動き、こういう、こういうっていう動きをバスケットにしっかりと混ぜていきたいと思います。まあ、早速なんですけども、やっていきたいと思うんですけど、間違えがちなシザース、シザースが上手くない人、木村嗣人選手とかもそうなんですけど、全然シザース上手くないですよ。ああいう人たちって何をしてしまってるのかっていうと、ジャンプしちゃってるんですよ。ジャンプしてシザース入れちゃうとうまくいかないんですよ。こういうやつ、こういうやつ、これ木村嗣人選手です。すごい下手くそなシザースなんで、ジャンプしないでシザースをするっていうのを今日は意識してやってみましょう。それでは早速行ってみます。ピース、ピース、ピース。まず最初に先ほど説明したジャンプしてしまう木村嗣人バージョンいきたいと思います。要は悪い例です。はい、今のがジャンプしてしまう悪い例。次は、通常のシザースこ、コツですね。ジャンプしない方がシザースは綺麗に決まりますよっていう、いい例いきたいと思います。はい、このシザースなんですけど、まずジャンプしない1つ目、これがコツです。でさらに、ドリブルと足のタイミングを少しだけ変えるっていうところでも、タイミングの違いが出てくるかなと思います。例えばワンドリブルをつくと同時に足を振り上げるパターン、こっからシザースをするパターンと、ワンドリブルつき終わってから足を振り子のように振っていくパターン、シザースですね。この2つの違い、タイミングの違いだけでも、ディフェンスを、ずらしたりすることができるので、自分で、タイミングを組み合わせてやっていきましょう。特に2つ目の方はドリブルがつき終わってからボールがぐーってずっとこうやって、溜まってる間、ボールが溜まってる間に足を入れ替えたりしなきゃいけないんで、ハングといってですね、ボールを吊るす能力、技術が必要になってきます。これがこの辺でしかボールを扱えない、ハングが全然できない、吊るすことができないとこうやって足が間に合わない、ボールがもうすぐ落ちちゃうから。だから、なるべくこうグーって肩甲骨を使ってグーって後ろへ引いていくハング、ボールを吊るすような動き、もしくはポケットドリブル入れるような動きができるようにならないと、2個目の、タイミングの、シザースはなかなか難しいのかなと思いますので、でもぜひ自分で、選んでですね、チャレンジしてみてください。この動画には、応用編があります。名付けてですね、応用編は、普通のこのノーマル編がシザース、
なんで、応用編は、まあシザース、シザース、ハサミ、ハサミ、ハサミから進化して包丁、包丁でいきましょう。応用編は包丁のね動画がありますので、その応用編をもし見たいという方はですね、この動画の最後にですねキーワードが登場します。LINE 登録してくださった際に、そのキーワードを打ち込んでいただくと、包丁編、応用編の動画が見れるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、どうもありがとうございました。この動画が少しでもためになったと思う皆様、チャンネル登録、グッドボタン、高評価、そしてベルマークボタンを押して次の動画をお楽しみにお待ちしてください。シザースの応用編、包丁いきたいと思います。そしてドリブルのエントリーを、教えたスキルが正しくできているかをチェックするメンバーシップをご用意しました。動画を送っていただければ僕を含めたプロ選手が改善点をアドバイスします。教えたスキルだけではなくバスケの悩みなら何でもお答えします。まずは概要欄にある公式 LINE を登録してください。